皆さんこんばんは。ポリゴンポリゴン2ポリゴンです。さあ今日はですね、海賊王への奇跡 VS ブルークレベル100以上をクリアしていこうかなと、一旦でね突破していきたいかなと。でね、やってみた感想、まあ、いけるのはいける、一応レベル100以上は。ただ150はね全体に無理だね火力絶対に足りなくなるね。だから150以上は目指さない方がいいかな。とりまこれでね、クリアしながらね、平行的に150以上のパーティーを考えていこうかなと思います。でレベル80から99までかな。でクリアしたパーティーで、ロジャーの部分を菊之丞に変えました。うん、これでねいけますね。それと、まあ、軽くちょっとでも出すようにってことで、キャロットに犬嵐入れてて、で、菊之丞に、封じ状態解除したいので、ホワイティベイ入れてると。で、痺れ状態解除するために、ルフィ&マキノ&ウタにレイリーちゃん。で、ロビンで攻撃ダウン状態を一旦回復しとくと。うん。で、攻撃エンハンス上げるように、ブルックに、ゾロをね、入れてます。ゾロがね、確か、最終バトルでプラス 0.5 の神経数かな。なので、これでいけるかな、みたいなところあるよね。さっきね、メリー号だったんだけれども、サニー号にして、特別効果1上げとけば攻撃ダウン状態一旦回復なので、ロビーにね、フランキー入れなくてもいいと、いうことになるので、またね、違うエンハンスかけれるサポート効果とか入れてもいいかな、みたいなところあるね。まあ、とりまこれでいこうか。さあ、いきますよ。まあ、一旦突破でいけるんで、楽かな。まあ、レベル150ぐらいになるとね、結構ね、ここでターン貯めて、クリアしていくっていう形になっちゃうよね、どうしてもね。ただ、このパーティーはね、レベル100以上になったとしても、さらにね、こっち特攻キャラいなくても、一旦で突破できるというお得パーティーですね。まあ、追加キャラはね、桃之助とか、ルフィ&ウーター、ブルック、ロビンぐらいなんだけどもね。まあ、宝石をね、宝石じゃねえか。アイテム追加するためのパーティーではないね。はい。で、ここで痺れ状態されるんですけれども、レイリーちゃん回復してくれます。で、ブルックの必殺技を使ってあげて、火ダメージ、1.5 倍にして、お邪魔スロットはね、もうこのまま、ゴリ押しでいこうかなと思ってます。多分ね、ここら辺はね、チョッパーの体力はレベルに応じて変わるのかな。そうなると結構厳しめなんだけれども、まあ今のところね、ちょっといけるので、なんとか。ここで、やられ、いけないと結構厳しいかもね。はい。で、ルフィーチンが来ますが、必殺封じ状態は、こいつらで解除して、6ターン回復ね。で、肉スローになりますよと。はい。で、攻撃ダウン状態は本当は6ターンですね。まあ、ロビンで解除しましょう。で、この時に、フランキーもね、一緒に解除してくれるんで、6ターンはね、解除できますよと。で、これだね。桃之助の必殺技を使ってチェーンケースの初期値を上げときましょう。4.0 の時ね。で、もしね、不安だったら、ブルック使ってもいいです。ただね、次のターンね、属性スロットとか、やってしまうと攻撃下がっちゃうんで、一応キャロットだけはね、属性スロットにならないように他のメンツで倒していくというところでいきましょう。まあ、防御力ダウン状態にしてるし、ダメージ軽減状態はね、キャロットの必殺技で関係ないので、このままでいけると思いますね。行きましょう、トリマイス。トリマイス、行かせていただきまして、ここでね、天気数を上げていきの最後の桃之助でバチコンと飛ばしていくと。で、キャロットの肉スローは温存しときましょう、という感じですね。さあ、封じ状態されますと、6ターンで封じ状態されて、一部攻撃ダウン、ということで、一部っていうか、一部攻撃ダウンじゃないんだよ。逆に言うと。それがね、キャロットだけなんだね。船長だけなんだよね。ってことで、キャロットに攻撃力強化を当てていくことになりますと。はい。まず、菊之丞を使ってあげて、属性相性強化ね、した上で、まあ、フォワイティーベイが封じ状態解除してくれて、さらにね、菊之丞自身も封じ状態解除してくれるので、まあ、封じ状態は全て解除しますよと。で、この後に、これだね。桃之助のタイプ超過を使ってあげて、攻撃とスロット強化ね。で、キャロットを使うことによって、スロット強化が上乗せされて、さらにね、攻撃力強化も、犬嵐で上乗せされると。で、こうすると、今のところ最後のタップが 70% 増加ね。はい。これで、
チェーンケース上げていきのキャロットで最後ぶっ放すという形になりますと。これきついよね普通に一部攻撃ダウンなので、まあ一部攻撃ダウンじゃないっていう言い方の方がいいよね。どっちかというともう一部がキャロットだけだからね。キャロットだけ攻撃ダウンじゃないんだよ。もうだからね、キャロットでぶっ飛ばさないといけないと。さらに言うとね、これね、ダメージ無効だとか、一定じゃダメージ経験7ターンだとか、ね、こういう属性スロットがダメージ減少だとか、ね、こういうのあるからね、すごくね、嫌だね。すっげえ難しいと思う、今回のレベル100以上。まあ、これでね、勢いいけますので、やっていきましょうか。チェーンケースは上げていきますと。あ、やばい。しくった。こっからね。はい、なんとかいきました。ここでね、チェーンケースを上げていって、ぶっ放していかないといけないと。だから、レベル今104なんだけれども、多分、110とか120ぐらいはね、攻略できねえんじゃねえかなとも思うんで、またね、ちょっとパーティーメンバー考えていかないといけないかなというところですわね。いやー、難しいね。またね、レベル150クリアできるようにね、頑張ってパーティーメンバー考えるので、ぜひ、ね、チャンネル登録のと高評価お願いします。ならバイバイ。よー